はい、こんにちは、長澤です。前回ご紹介したこちらポラロイドのキューブというねビデオカメラなんですが、これビデオカメラですよ、ビデオカメラなんですが、これをね、ミニ四駆に乗せて、車載映像を撮りたいというふうに、お話しいたしました。じゃあどんなミニ四駆に乗せるのか、この間まで作ってたねこれに乗せようと、まあ、磁石ついてるんで、まあ、くっつくっちゃくっつくんだけど、これじゃちょっとねガクガク出して撮れないよねということで、専用のねミニ四駆を作ろうというふうに思って、もう実際ね作ってあります。動画の中でねこう作りながらっていうのもちょっと考えたんですけど、あれこれ考えたらやらなきゃいけないことがいっぱいあってですね、これは動画ではできないということで、もう作ってあります。で、まあ実際ね試行錯誤をして作るのにもね1週間ぐらいかけたんですが、それがこちら、ダーン、こんな感じになっております。でね、ポイントなんですが、ちょっとねこれ全体像を見ながらご覧いただきたいと思いますが、まずねここカメラを乗せる台ですね、直接貼ろうと最初は思って磁石付きいいなって思ってたんですけど、トライポッドマウントをねちょっとうまく乗せられそうな感じがあったので、ここにこう乗せるということでございます。で、一応ね高さ大丈夫ですかっていう話があったんで測ってみたらですね約8センチあります。8センチあるんですが、レンチェンジやべえかなって思ったけど、レンチェンジのところに10センチぐらいあるんですよね。大丈夫でした。もう走らせて実際にね試しております。当たり前だよね、これでできましたっつってぶつかっちゃったら意味ないもんね。もう試してあります、それは大丈夫です。ということでですね、トライポッドマウントをつけているということですね。なので脱着も簡単です。はい、てかねこのカメラ自体もねかなり安いですからね、気を使って使うようなGoPro みたいな4万円とかねそういうのもちょっと載せられないけども、これだったらまだなんとかねもし壊れても諦めがつくかなということでこれにしたっていうのもありますね。で、あとはですねできるだけ振動を抑えたいということで、いくつかポイントがありますが、まあ、大きく2つ、あじゃあね2つしかねえや、2つですね、2つポイントがあります。まずはねこちらもう見えてますね、中空ゴムタイヤをつけているということ。あとはですねフロントのローラー、これがゴムリング付きのアルミ2段ベアリングローラーにしてあります。あとねこのマウントの下につけてるところにもねゴムのシートとかをねちょっとこう切れっ端とかでこう振動を抑えるためにこう挟み込んでですね、いろいろやっております。で後ろは別に特になんてことないですね、普通にステーをつけて 19mm のプラリング付きのアルミベアリングローラーをつけているだけで、まあ、後ろは結構簡単にしてあります。ブレーキはないです。で、まあここが重要なんですけども、モーターはノーマルにしてあります。でギア比は4対1で小径、まあ小径に近いですね、中空ゴムのタイヤということになっております。スピードは全然出ないです。速かったらね吹っ飛んでっちゃう危険性もあるし、あとは速すぎてね分かんない映像を撮ってもしょうがないかなと思ったんで、まあノーマルで4対1、まあ、止まったらまずいからね、重いですから止まらないように一応ギア比は比率は高めにしてあります。以上がこのマシンのポイントになります。ということで、まあ、ちょっとね細かいとこ気になるかもしれないね、このビデオカメラだとちょっとね分かりづらいんで、ちょっと一眼レフの映像でね、ちょっと見てみたいと思います。はい、ということでこちらのマシンですね、どこにカメラを載せているのかと言いますと、こんな感じですね。このぐらいでわかるかな。こうか。ここです。この MA シャーシのタイヤの一番近くのね、ところのビス穴っていうのかな。ビス穴のとこに、まあ、長いビス、下から刺してですね、上に出しています。下から出して、ここに出しています。で、マルチリアワイドステーだっけ？これを乗せて、で、ここの下ね、分かりづらいんですが、この、もう一枚 FRP が入っています。これが、ボールリンクマスダンパーについている FRP ですね。これを乗せて、で、インチネジでこのマウントを止めているという形でございます。
ね、ゴムシートとか乗せて防振してます。で、裏側見るかな、裏側こうですね、こんな形、特に何の変哲もない、ここから通して表に出しているということです。車高はかなり低めですね、かなり低めです。中空ゴムタイヤ個人的に好きなんですけどね、このまま使っても速くないのかな、今度本気で使ってみたいですね、どうなるでしょうね。以上がカメラ搭載専用マシンの全貌でございます。はい、ということですね、ご覧いただきました通り、ほとんどミニ四駆のパーツで作っております。でですね、実際に走ってる映像を早速ご覧いただきたいと思います。今回作ったこちらのマシン、今回はですね、自分の家で走らせただけだったので、短いコースだったんですが、今後はね、いろんなお店に出かけて大きいコースでね、このマシンを使ってコースの様子を撮影させていただきたいななんてね思っております。また見てねー。